おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ194ですね。はい、今回は、前回の最後の方に、一言言いましたけど、今回は同じ SDX シリーズの、バーサルナイトというやつですね。はい、それがこちらです。じゃーんと、はい、ちょっとね、古くてね、箱ボロいですけど、はい、一応箱一周しときますか。これが側面。この辺とか、だいぶ来てるよね。はい。そしてトップがここ。で、こちら。よいしょと。このように開きます。そして付属品といいますか、まあ、中身こんなんですよっていう説明もあります。では開けていきましょう。はい、こちら説明書ですね。で、ここに入っているこの紙、これはもう携帯ゲームですね。携帯のソシャゲですね。それの、番宣です。番宣？言葉はおかしいね。一応これが中身ですね。前回の、ナイトガンダム2つですねにも付属していたやつの色違いのベースと、そのアーム、そしてマント、替えの目、そしてここのパーツとここを使うことによって、この鎧をつけてない時の軽装形態という、それを再現するためのパーツですね。ここの、これもそうですね。で、替えの手、剣、槍、そして背中につけるやつ、そして本体が入っております。はい、では、ここのところですね、にパーツを並べていきたいと思います。はい、出し終わりました。はい、その前に説明書ですね。はい、こちら片面だったかな、片面刷りだったような、そうですね、片面刷りの、はい、で、こちらにマントの付け方とか背中のそのパーツとか、ここに軽装形態のやり方とか書いております。はい、じゃあ、とりあえずパーツを説明ですね。ここに転がってるのが目線変更するための、右目線、左目線とかね。あと、ここに交換用の手首。で、ここの赤いやつとこの辺。これが軽装形態のやつです。で、ここに剣、鞘、槍。これが背中につけるやつ。そして、ここに本体。で、こちらの剣は、こう鞘にこう収めることができます。で、ここの青いピン、こちらが、ここの腰のここのところに取り付けることができます。では、まずこの本体を、まず今ついているこの白い鎧ですね、これを外して、こちらの後ろのこれを取り付けれる状態に持っていきたいと思います。はい、外しました。で、ですね、この肩パーツですね、こちら中にこういうのがついてるんですけど、これをバラした状態のが、あら、こういう状態ですね。で、このパーツがまずこちらの肩に入ってまして、ここの受け軸にこいつのピンがこう入ってるという状態になっております。では、まずこの状態にしたら、あともう一個、そうだ、これがもともと首のここについてます。これも不要なので外しちゃいます。では、これを取り付けるんですが、こちら、もともとつけてるこのローブなのかな、これを取り付けるためには一旦頭を、よいしょ、こう引っこ抜いちゃいます。いろんなところにピントがいってるな。そして上からかぶせていくんですが、ちょっとこの辺下げよう。使うものだけちょっと残します。それで、こうした時に、この中のこの、これも使わないので外しちゃいます。まず後ろのこのピンが後ろのここの穴に入ります。そして正面の部分は、先ほど外したパーツがあったところに、はまるためのこの、これですね。
これがここにプチッと入ると。はい。そして肩パーツがこれです。先ほど、肩アーマーがつくためのやつがこれで、この受けがないやつですね、こちらに、ま、取り替えますと。はい。これを一応両方行いますよと。はい。そして頭を戻しまして、兜といいますか、こういうのを取り付け、額のやつをつけますと。はい、何度かついた。はい、これが軽装形態ですね。こういう感じです。このついでに、可動の説明をしちゃおうかな。一応首とか、肩周り、腕周り、ここの可動がないですね。肘が曲がりません。あと手首の可動、足で、ちょっとローブつけてるんですけど、腰の可動、それは、前回のフルアーマーとか、ナイトガンダム SDX のやつを見ていただければ、基本の素材は変わっておりませんので、そちらを見ていただければと思います。一応これが軽装形態です。一応後ろもこんな感じ。はい。ではまたこちらのやつを、外しまして、この辺に先ほどの白い鎧を並べたいと思います。はい、この状態にしました。ではまずこちらに着せていきます。こちらはまあ取り付けはまあバラした時と逆をやるだけなんで、基本的には、簡単です。ただ戻すだけですからね。ちょっと腰回りを先に、この内側ですね、ここの内側にこう引っ掛けると。そして後ろ、先ほどあのローブはめた時の穴、こちらに差し込むと。でこの青い穴ですね、こちらにこのマントを取り付ける。あとはこの、最初のナイトの時にあったあのケンタウロス形態になるためのこういうやつがあったり、羽であるんで、これを取り付けて、これで取り付けてあげたりとか、ここに穴があるので、ここにマントを取り付けてあげることも可能です。はい。ではこちら戻しまして、フロント、先ほど外したこのパーツですね。はい。そして胸。この胸は金属のパーツです。で、足、ここも金属ですね。とりあえず先に頭の後ろも取り付けちゃって、で、腕ですね。一回手首外しまして、このパーツをスポッとはめます。で、この手首を、武器持ちのやつにしよう。武器持ちの手は今回左右一種類ずつしかないです。こちらも同じく外してしまって、よいしょ。はい。そして肩ですね。こんな感じ。そして反対側もこの状態で、えいと。これではまりました。そしてあとはかぶと、これですね、かぶせて、はい、これで一応バーサルナイト完成です。で、このバイザーは今前と同じくこう下がります。本来はもうちょっと下らしいんですよね。だからちょっと 目が優しい感じなんですよね。で、この一旦かぶと外しますが、この目のパーツ、これも交換方法は基本全部一緒です。外して、このマスクパーツは残して、これを外します。そして、この目線違いのやつ。ここに、差し込んで、戻してあげる。
そして兜をかぶせると目線がこっちですね。こっち目線になったと思います。はい。ではちょっと戻しますね。よいしょ。はい。ではでは、最初の方にも言いましたけど、ここのところに剣をこう取り付けることができます。まあ剣は一回抜いちゃいますね。でこの剣をとりあえず右手でいいんだったっけ。これは柄が抜けるってことはないので、まあ強引に持たせる。で可動も手首でしか可動しない、可動、うん、手首とここのひねりですねしか、ちょっと古いタイプなんでねできません。そしてもう一個の武器、これですね、電磁ランス。これはこの状態とここの金色のやつを内側に押し込んであげると連動して先端が開くと。あ、取れちゃった。はい、こう開きますよと。これは一応絵から抜けたっけ。あ、抜けないね。これもなんとか強引に。ああ、もうはい、このように持たせました。であと背中がちょっと寂しいので、マントですね、この穴に合うようにマントを取り付けてあげれば、はい、一応これで、ナイトガンダム、あ、バーサルですね、バーサルナイトガンダムの完成です。でこのベースですね、このベースにアームを差し込んであげて、まあこういう形ですね。そしてここの股の下、ここに四角い穴ありますね、ここに差し込んであげると。はい、これで、浮いた状態にもできます。まあその時これをつけても、これをマントの代わりにこう取り付けてあげてもいいかな。はい、では一応最後カメラ寄ってみましょう。一応元祖 SD ガンダムというやつとか、BB 戦士でもこのバーサルナイト結構出ておりますが、一番まとまってるといえばまとまってるのかな。クリアパーツがあったりとか、金属で作られていたりとか、さすがにまあ塗装が細かかったりという感じですね。一応こんな感じで、バーサルナイト紹介終了したいと思います。ではこいつを一旦かけて、いつものこいつだ。よいしょ。今日はこの辺りだな。よし、1枚になったぞ。今日はなんだ。はい。アドベントですね。アドベント。はい、こちらアドベントです。こんな言い方だったっけ、いまいち記憶にないんですけど。はい、では一応これで SDX のバーサルナイトガンダムの紹介終了したいと思います。それでは次回、久しぶりの変形もの行ってみたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。